はい、皆さんこんにちは、ちでございます。戦国力士でラーレさんね、やっていきたいと思います。さーてと、あ、引き抜き来ましたね。はい、長宗我部さんのとこですね、これね。で、あ、伊達家からも一人抜けますね。で、今度は密談。まだこれ伊達だもんね、遠いもんね。あ、14いけるわ。あ、いけるね。で、お次田村さん、いけるのかな。あ、いけるね。で、大宝寺さん、あ、これダメなんだよね。 あ、ダメだね、やっぱり。うん、この人はちょっと遠いのかな。で、朝廷終わってない。あ、終わってないか、まだ。あ、あと1ヶ月か。整備ね、道の整備。おい、さあ、でもそろそろ動きましょうか。そろそろでも動かないと。ああ、キヨス2万超えたね。ああ、でも3万ぐらいいくのか、この分だったら。ああ、予期しなね。何なりと申し付けよ。はい、お金いくらあります。ああ、100万超えたんだ。もうガンガン買いましょう。兵糧がね、ちょっと少ないのかな。あ、でも97万あるか、問題ないね。で、密談見たよね。はい、それやってんね。ならば行きましょうか。よいしょ。ここは相変わらず引っ返してきてるね。はい、飯田さん、アホバックね。あ、みんな来るわね。長宗我部さんとこもあれだったんだけど。はいはい。はい、伊達だね、これね。あ、帰ってきてる、帰ってきてる。あー、式部さんって呼んだらいいのかな。堀秀村さん、あ、これ一柳って読むんですね、これね。あ、違う、一つ柳か。一つ柳だったっけ、ハ行だったような気がしますね。確か。で、私が初め分かんないって言ったんですよ。なんて読むんだって言ってたと思いますね。あ、浅井さん、お亡くなりになりました。この信長に命を、先月の収支をこれに報告する。あ、朝廷 OK ですね。じゃあ、朝廷で。中塚左大夫。ああ、はい。で、あ、伝授ができます。あ、脳裏ね。脳裏。あ、秀長さんなんか脳裏あった方がいいんじゃない？で、あ、でもほっといても脳裏取ってたかもわかんないけどね。はい、引き抜き。で、あ、家宝、あ、稲富さん、あ、いいけどね、能力。なんでダメなんだろう。あなた何が好きかな。茶道具。お、あ、茶道具だね。あ、茶道具、茶道具だね、この人。茶道、あ、いや違うわ、7がある。あ、武具が好きか。武具好きか。あー、武具にしちゃいましょうか。菊池あり。はい、で、あー、このもんかな。で、キヨスはどうですか。2万3000。
もう一回待とうか。もう一ヶ月待って行っちゃおうか。はい、当機の車が頂点に到着したようですと。15,000ね、あ、いいですよと。はい、はい、八谷さん、村井さん、あ、八谷さんね、はいはい、あ、三木城、表情を始める、報告する。6500、あ、どうぞどうぞ。先月の収支をこれに報告する。はい、あ、同盟維持しましょう。24ヶ月ね。で、武田、あ、武田取ったわ。春日山城、あー、上杉どうするんだろう。37人もいるもんね。これちょっと彼動いてくんないかな。いや、もう動かすか、動かそうか。あー、動かさないとダメだねこれね。あー、どうしようか。まあまあ、うん、行っちゃおう。うん、もう待ってらんないわ。はい、失踪。あ、これ軍団長だね、入れときましょう。で、そうだ、信長たまにというか長時間やったら落ちるんだ。今これ皆さんには見えてないと思うんですけどね、信長今これ落ちました。落ちちゃいました、ごめんなさい。ちょっと今起動してますのでね。はい、ただいまですちょっと巻き戻りましたけどね、あの月始めまで、毎月オートセーブしますんで月始めまで巻き戻ったと思うんですが、伝授から始まりましたもんね。うん、ちょっとすみません。申し訳ないです。家宝は大丈夫ね。家臣団まだダメかな？これね、初代衆っていうの？うん。あ、いけるわ。1、2、新山衆から。ああ、いけるいける。3、4、5、6。あれないんだね、ノブリンとか入ってないんだね。んで、こっちに、こうか。官兵衛さん入んないんだ。はい。あ、いけたね。よかったよかった。で、内通。あー、これダメなんだね。うん。で、朝廷終わったよね。ああ、そうだね。はい、私が行きましょう。で、工作。ああ、ここはやらないといけないね。政策の問題で、隣接してる国とは、この交渉度が上がりにくいんですよね。その代わり、外とも交渉ができるという。ちなみに上杉さんできる？あ、できんの？あ、連合、敵連合に、そうだね。で、私が今思ってたのは、これだね。一応ね、兵力みんなここに集めちゃおう。ああ、官兵衛さんいるんだったらバッチシでしょうね。で、とりあえず、自国に出しておきまして、で、七尾城。はい。出陣するぞ。ちょっと集めましょう。出陣する。あと、ちなみにここでもね、出陣ってできるんですけど、人がね、選べないんでね。人が選べないので、結局、なんて言うんです？
自分でその出したいのを組もうとすると、まあ一遍やってみましょうか。こうするとね、あ、こうなるんだけど自分で選べないんですよね。でこうやって「へい」言ってくれるんですけど、これ自分で結局選び直すとね、なんて言うんです、やっ、こう一個一個出すのと何ら変わらないんで、なんて言うんでしょうね、うまいこと説明できなくてごめんなさい。でこっからも出して、あ、そうだ、あーさい長政さんだ、もうこれ負けないわ。こんだけで勝てるでしょ。うん、こんだけで勝てるでしょ。じゃあちょっとこっちを静観しておこうかな。でこっちも出す準備はしますが、うん、もうちょっと待とうかな。でここは、ああまあでもいけるでしょ。これで一応リザーブで入れときましょうか。富田城で5詰めとしておきましょう。さあじゃあ行きましょうか。ここ1万しか兵いないもんね。どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。ちょっと待って、モルキの殻になってるよ。あ、しまった、さっきこの2人行っちゃった。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、さっき言っちゃってた。あ、浅井さんに生かしちゃった。はい。待機しろ。我らも加勢しますぞ。はい、はいはい。この信長に、はい、1万の敵、援軍方が6000の敵と戦っております。先月の収支をこれに報告する。はい、あーもうそんなに兵持てないのか、ここ。残念ながら、いやでも全部出たんだね。あ、1万しかなかったのか。で出て籠城できないんだ。なんでこの人ここまで行ったんだろうね、上杉さん。あ、これはもう苦労せずに落ちそうだね。あ、この人割り込みできたわ。割り込みで来るんだよね。あー、また落ちた。ちょっと待って、2回落ちた。こんなの初めてだ。信長の野望創造戦国立志伝は動作を停止しました。え、こんなに落ちたの初めてだ。あとね、私のね感じではね、これ右クリックがキャンセルになってるんですけど、右クリックしたときに落ちる気がしますね。あ、また止めますね。はい、ただいまです。まさかワンパートで2回落ちるとは思いませんでした。三国志14かな ?13 かでもありましたかね。もう、あ、あったね。オリジナル武将の子供に引き継いだ後、あ、そうだ。そして誰もいなくなっただ。320何年かなんか、これでもう絶対進まなくなりましたもんね。いや怖いなこれ。まあ、今回止まってからあんまりね時間経ってないからいいんですけど、怖い怖い。こんな連続で落ちたの初めてですね。はい、ナイツ見て、うん、ここの内容は一緒ですね。で交渉、ああ、問題ないですね。さあじゃあ行きましょうか。これはもう落ちましたね。うん、おい、我に続け、助け立ちいたす。はい、続けてください。加勢いたします。はい、飯田さん、本心十分高まりましたと。ちょっと待ってね。あ、もう囲んだ。あ、囲んだ。でも結構ダメージ食らったね。で、あとここが、あ、落ちるわ。もう落ちたね。早間にかかってしまうとは。はい、あとはもう城落ちるのはいいんですけどね、アプリが落ちないように。頭を冷やしてまいりましたと。はい、宮城さん、これも宮城県と関係するのかな。はい、長島城に所属していた宮城さんが、はい、芦田さん、
清洲城に所属していた芦田さんね。この信長に命を大久保津城を3万の兵で囲んでますと。はい、最近先月の収支をこれに報告する。はい、最近あれだね、あの畠山さん来てくんないね、お金ちょうだいって来てくんないんでちょっと寂しいんですけどね。あ、伝授、はい、作詞、あー秀吉さん作詞ないの。あの利家さん、もうね秀吉さんいっぱいあるからもう利家さんで、うん、よいしょ、赤穂大丈夫だね。なんか右クリックするのすごくビビっちゃう。はい、飯田さん、あーこれであれだね、三好からヘッドハンティングしちゃうので、三好から引き抜いちゃうからなんかあるかもわかんないけどね。うん、あ小西さんいたね。この人すごいいい人じゃなかった、小西幸永さん。あー違うわあのちょっと過去が面白かったで覚えとったのかな。あとはじゃあね、あとなんもないね。じゃあ行きましょう。ちょっと待ってね、キヨスどんだけ回復しましたか。もうキヨス動けるかもわかんないね。ああ動けるわ、よしキヨス動きましょう。あ、連度34、ダメだわ動けない一満タンになったけど訓練がおろそかなってるわ。これが我が魂、我が覚悟。あーいいね長政さん、かっこいいね。愛徳家の力が強まったためと、敵将捕らえたり、愛徳家の工作によりと、あいいですよと。はい、内定、あ内通の使者ね。はいで下がったかな。あまだ100だね、引き抜いたんだけど、人引き抜いたんだけど、さああなたたち帰っていいよと。戻るぞ他出て、あここもおとなしくなったね。その前にちょっと三好さんやっつけないといけないからね。はいと、表情を始める。先月の収支をこれに報告する。はいと、はい、じゃあねお時間の良くなりましたのでこの辺で終わっておきましょう。戦国にして終わっておきます。どうもありがとうございました。